中島洋平は日本のプロレスラー。中学2年の時にプロレス中継を見てプロレスに興味を持ち、佐々木健介対天竜源一郎戦の試合を見てプロレスに魅了された北海道函館中部高等学校1年生の時にウルティモドラゴンの自伝、素顔のマスクマンを読み登流門の存在を知り、東流門に入門したいと思うようになる。 両親は高校を卒業すれば好きにしてよいと、条件付きで了承してくれた。高校入学まで格闘技の経験なし。プロレス入り前には、テコンドー、柔道を経験している。2004年4月、東流門の14期生として入門。しかし、ほどなく、東流門、メキシコとドラゴンゲートの2杯に分裂。練習生を減らすためのテストが行われ、テストに落選した中島は、 一旦、函館に帰ることとなる。この時は、テストの合否に関わらずプロレスを辞めるつもりでいたとのこと。その後、ドラゴンゲートを辞めた、悪家に一式の菅原拓也より誘いを受けて、ドレアガンドアの立ち上げの手伝いすることとなり、セコンド業務のために、東京に通ううちにもう一度プロレスラーを、目先そうと思うようになり、再び状況。年デビュー前であるが、大プロレスで、 エキシビションマッチを行い、練習生のままドレアガンドアを経由して2007年に、プロレスリングエルドーラドに所属となり、メキシコへ渡る。メキシコでは、カイ、ヤマトヒロシ、佐々木大輔エモトアツコなどと共に行動していた。2007年4月29日、メキシコでデビューを果たした。2008年3月、日本に帰国。沖縄プロレスより、 一年間修行に来ないかとの誘われ、沖縄行きを決め2008年7月、沖縄プロレスに、旗揚げ当初から、マスクマン、メンソーレ親父として参戦。2010年9月16日、本名で、ネバーにに参戦。5月23日、怪人ハブ男とのタッグで、MWF 世界タッグ王座をダッシュ。2011年7月、チューバートーナメント2011で準優勝。 2011年8月12日、MWF 世界タップ王座から陥落。12月、全日本プロレス、沖縄大会に参戦。メキシコ時代の同期的存在の会と組み、やはり、メキシコ時代の仲間の山と、沖縄での先輩怪人ハブ男と戦ったことにより、プロレスをやめたいという気持ちを吹き飛ばした2012年からは、フリーで関東を中心に活動。道のくプロレス。 全日本プロレス、海援隊、土女、ユニオンプロレスなどに参戦。2014年寿司とのタック寿司親父で、アジアタック王者に挑戦し敗北。6月30日、鈴木小太郎の持つがおら TV 王座に、地元函館で挑戦するも敗北。7月27日、全日本プロレス公楽園、ホール大会でマスクを自ら脱ぐ。その直後に、鈴木からの勧誘に応え、 寿司親父を一方的に解散し、エクスシドに加入する。なお、全日本では、素顔の中島洋平として、全日本以外の団体から受けているオファーに関しては、しばらくの間面相で親父の姿で出場するとのこと。9月12日、全日本プロレスへ入団。2015年8月16日、寿司の不詳欠場による返上で空位となっていた。 ガオラ TV チャンピオンシップをビリーケンキットと争う結果は顔面蹴りで勝利し、見事に第7代ガオラ TV 王者となる。なお、寿司の欠場そのものも自身の放った顔面蹴りによるものである。2016年5月25日、全日本プロレス社長の秋山ひとしの要請により、アージレンジャーのレッドになる。2017年8月27日に、 両国国技館で行われた工業の第1試合では安倍文天とのタッグで野村拓也と青木雄也のタッグと対戦。飛び後ろ回し蹴りからの片襟固めで4分18秒ホール勝ち。ブラックメンソーレ2018年7月31日ジュニアタッグリーグでパートナーがブラックタイガーセブンになったことによりリーグ戦をボイコット。代行選手として メンソーレ親父に告示したブラックメンソーレなるマスクマンがエントリー。メンソーレ親父と違いグロを基調とし、頭には早期そばではなく丼に入ったハブが乗っている。ありがとうございます。